はい、おばあちゃんカットね、パーマかけるときのおばあちゃんショートの切り方ね、横スライスで切っていくのが一番楽で綺麗かな。でもショートレイヤーって感じの切り方だよね。まあ、ブロッキング取ってね、あんまり厚く取るとロット巻いててね、失敗カットが目立つからね。おばちゃんカットの場合はね、毛が少ない人はもうブランドで OK。もう大体おばちゃんカットの場合はね、でちょっと後ろまでこう取っといてね、この後ろの毛も一緒にね、ここをこう切っちゃうといいね。おばちゃんのパーマだよ。うちがよく切ってるようなおばちゃんショートの切り方ね。耳の後ろもこうやって切っちゃうで、大体横ね、ちょっと後ろまでね、こっちみんな引っ張って持ってきてね。だロット1本分ぐらい、7ミリ、6ミリ、7ミリぐらいの厚さね、スライス出してね、横スライスでね、分厚く取るとやっぱり変なカットなんで、ね、狂っちゃうね、カット自体がね。だこんなたくさん取らないのが無難だね。ちょっと薄めにしてね。で、髪の毛が多い人はね、ちょっとチョップ入れてもいいけどね、少ない。だいたいもう70、80。パーマかけるような人は髪の毛少ないからね。だからチョップじゃなくて横で、ブランドでいっちゃって、パーマかけちゃえばわかんなくなっちゃうね。ただカットで終わるだけの人、髪の毛がちょっと多めでカットだけっていう人は、チョップカットの方がいいかな。よく描いてスライサーするとね、左右、カットが変わっちゃうからね。なんか長さが違って変な、ロット巻いてて失敗が見えるからね。髪の毛多い人はね、こう、まあ、チョップ、地肌のここね、こことこの距離見ながらね、まあ横でこうやって切っていけんじゃない。で、出来上がりのイメージとしては、今髪の毛を着たらチョップね。で、パーマかけない人もチョップだよね、こうやってね。イメージとしては、こうウィッグを横にした時、こう、長さが同じってやつ、ここがね、ちょっと今髪の毛がね、真横に来ないけどね。真横にウィッグをした時、心が、まあ、大体まっすぐなるような感じ。ちょっと今これ長いけどね。そんなようなイメージだよね。まあ、ショートレイヤーって切り方。で、どうしても手がね、肩が重いからね、手とか肩が重いから、切っていくうちどん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 下がっていっちゃうのね。だから意識して上にね、持ち上げて切るようにしてないとね、上がどんどん長くなって、重さが、この辺に重さが出てきちゃうからね。こう意識して、手が下がるから意識して上ってね。意識してね、手が下がりやすいから、疲れてくると。意識して上に持ち上げるって感じね。アップステムで切るような感じね。で、どこまで上切るのって言ったら、いや、かなり上まで切るんだけどね。かなり、まあ上の方まで切っていくんだけど、薄くしてね。で、この辺切るときはもう本当にこうやって、ね、上45度ぐらいに持ち上げるような気持ちでね、この辺はこうやって切ってないとね、どんどん上が重く長くなっちゃうからね、サイドの切り方ね。はい。毎度、はい、あくまでもね、おばちゃんパーマの時のショートの切り方の一例だからね。これ、上長くす、ね、グラデーションっぽく切る人もいれば、ショートレイヤーっぽく切る人もいれば、レイヤーっぽく切る人もいるしね。これはあくまでも一般的に、こういうショートレイヤーが多いかなっていう感じで切ってるからね。で、ウィッグ切ってんだけど、ウィッグって毛が伸びないからね、なんとなくもったいないかなと思って、ちょっとね、グラデーションっぽく切っちゃってんでね、上、こんな切るのって切りながらね、そう思いながら切ってんだよ。もったいねえな、ウィッグ切るとな、なんて思いながらね。毛が生えねえからさ、なんか短く切るのもったいないんでね、で、ちょっとグラデーションっぽく加減して切っちゃってるね。で、ちょっと上が長めかな。実際のお客さんだったらもう一押し上、1センチとか5ミリとか短くなるかもしれない。このウィッグの切り方よりもね、カットっていうのはね、あくまでも本当に一例であってね、すべてが正解っていうのがないからね、1個2個パターン覚えてもね、これだけはよく覚えておいてね、1個2個パターン覚えてもね、それがすべて正解じゃないからね。だから今回ね、ちょっとこれ、ウィッググラデーションっぽく上、わずかに長めに切ったけどね、これ自分的にはショートのおばちゃんの時は上が長い失敗カットになるしね、いや逆にこれがこれで良いっていう場合もあるしね、その5ミリか1センチ長いぐらいがね、カットってそんな感じなんだよね。5ミリ長いか短いかで、失敗か成功か重いか軽いかっていうの、ね。この違いが出てくるからね。
だからね、5ミリの違いだから、美容師さんによったらね、若い美容師さんだったらね、本当に5ミリぐらいなんか違い出るの？みたいな感じだよね。そんなんでなんか変わるの？みたいな、5ミリ長くたってどうってことねえだろうって。いや、それがね、違うんだ、またこれが。だからやっぱり切る人が、その5ミリの長さの違いを感じてるというの？だから切る人のイメージだよね。それがしっかり固まってないとね、本当に5ミリ上長くしても平気な面してね、はい、カット終わりましたと。だけどお客さんはなんか下が重いと。で、そういう風になるよね。で、逆に上5ミリ切りすぎればね、なんかサイドペランペランよってことにもなるしね。特にね、ショートだとその5ミリの差っていうのが大きく出るからね。だから床屋さんの刈り上げじゃないけどね、ああいうほんと指1本ぐらいの長さの時だったらね、5ミリの長さって言ったら致命傷だよね。2センチに対して5ミリ長したら25%の狂いだからね。で、10センチで5ミリって言うと本当に5%の違いだからね。5%ぐらいだってことねえだろうったって、意外とね、これがお客さんがわかるんだ。企画にはわからないけど、なんか重いとか、なんかこっち変ね、みたいにね。まあ今回のね、サイドの切り方ね、急がば回れね、スライスちょっと薄めで切ることによってね、チェックカットをなくしてしまうっていう感じ？一回切ったら終わり。で、横でずっとね、上まで切り上がってったら、もうね、縦スライスでチェックなんかしない。かえってね、チェックするとね、変なになっちゃうからね。あ、これね、あとお顔周りのところの長さの調整ってあるよね。それに関してはまた明日だね。とね、サイド横スライスできる場合はね、ほんと手がね、疲れると手の重さでね、ダウンステムになりやすい。だから上が重くなっちゃう。これはもう本当にお客様を低く座らせるとかね。女性が男性の髪の毛こういう風に切るってことはないだろうけど、やっぱり疲れてくるとね、肩が下がってどうしても上が重くなって、グラデーションっぽくなってね、横に張っちまうからね、髪型がね。それ注意だね。はい、お疲れ様でした。